おけいちゃんの独壇場です。今日の映像はシックな和服です。お別れ公衆電話待ってました。おけいちゃん、何も言わずこのままそっと汽車に乗ろうと思ったもの、駅の喫茶の公衆電話いつかかけて、先があるのよあなたの身には、こんな女は忘れるものよ、ベルが鳴る鳴るフラットフォーム。